い、ということで皆さんこんばんは、リリチョウです。今回ですね、デイケア2っていうストーリーマップをやっていきたいかなと思います。ほらみんな見て、動画班がさ全員すげーちっちゃくなってる。ほらほら、なんかみんなちっちゃくなってない？リリちゃんもちっちゃくなってるぞ。ほら、保育園かなんかの話だと思う。俺に任せろ。確かにね、あの保育士志望だからね、リトゥールはね。リトゥールが先生側になれるかどうかわからんけど、ちょっといろいろ仕切ってもらおうかなと思いますね。不安しかない。大丈夫かな。じゃあとりあえずやっていきたいかなと思います。はい、さあ来ましたね皆さん。全員ちっちゃいね。はい、みんなよく来てくれたね。さあみんな中に入るよ。私についてきて。名前ダッサデチュー。やったねみんなね。ほらおもちゃがいっぱいあるよ。ほら見て、アマチュキくん、ここぐるぐる回せる。これすごーい。しょうもな。お前何歳だマジで。リトウくんとアマチュキくんがサッカーで遊んでるよ。頑張れ頑張れ、決めろ決めろ。お前は将来のエースストライカーだ。シュートを決めろ。ナイスー。リトルくんってサッカーうまいんだね。ファイヤートルネード。それはゴーエンジなんや。それは一人で砂場。うん、めちゃくちゃ技術力あるなお前。さあ均等に分かれたんで、今からサッカー対決だ。しょぼん、お前にキーパー任せる。あったんよなこれ。なんかみんな蹴りまくるやつね。ボール蹴りまくるついでに、あの人も蹴っちゃうやつね、これね。命かけろよってね、これ俺ら一応保育園児だからね、みんなね。カフェテリアに行って夕食だって。保育園だけど夜まで行けるんだ。これが約束のネバーランドか。お、グレイスフィールド。これ、あ、ここグレイスフィールドなんか。殴るな俺を。ホットドッグがピザ食ってる。いいね。ホットドッグがピザ食ってる、どういうこと。しょぼくん倒れてるよ。テレビを見ろだって。なんかテレビの音らしいよ。ほらみんな見て、ほら始まるよ。ほらもう少しでテレビ。仲良く座ろうね。昨日大きなモンスターが保育園へ襲撃しましただって。わ、なんか化け物がいるわ。それでなんかロイヤルミニオン、なんかあの化け物にされたみたいな感じちゃう。すべてのドアとか窓を閉めて逃げてくださいって言ってる。やばい。 Oh no、 モンスターがいるだって。どこ。オッケー、みんな剣拾った。俺もこれ戦えるぞ一応。さあこれどこ。ヘイ、うわ、来たわ。外に何かいないかって。来た来たぞ、みんなモンスター。来た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 。やばいこれ、おい、やばい、これみんな助けて助けて助けて。俺死ぬかもしれん、死ぬかもしれん。助けて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 。なんか俺追われてる、俺追われてる。ほっ、よし、しょぼん、俺としょぼんは安全だ。ここにいれば安全だぞ。待って、監督知りそうなんだけど、みんな監督知りそうなんだけど。お前ふざけんじゃねえよ、お前序盤で死ぬなよお前。やばい、ナオくんと監督が食べられちゃう、このままだと。大丈夫なんだろうね。来た、はい、逃げ切ったね。あれ、サラ先生は、あ、サラ先生は生きてるんだ。アタックトバイフ、誰が。え、モンスターが来たんだよここに。俺らにしか見えねえのか。隣のトトロかこれ。先生がモンスターのやつね。オッケー、理解する。ネタバレならない、大丈夫。嘘はやめなさいあなたたちって、逆に怒られてる。心配するでしょうかって、なんか怒られた、サラ先生に。ごめんなさい。みんな寝るよ、じゃあ。じゃあ僕、ショボン君の横で寝る。うん、どこに行ったんや、お前。うん、やめろや、そういうの。さあ、今のとこ健康的に寝て、なんか来たぞ。さあ、さっきの化け物ですね。何してたの、何してたの。なんかしてたっぽいぞ。オッケー。Good morning, everyone. みんなおはようだって。おはよう、ショボン君、リトル君。とか朝だよ、早く起きないと。あと5分あの、多分幼稚園児とかは多分言わんのよね、そういうこと多分。アイスメルパンケーキ、パンケーキの匂いがするぞ、だってパンケーキ。いいね、なんかショボンがパンケーキめっちゃ好きらしいぞ。いいね、朝からパンケーキ贅沢ですね。ハバーグ、それ俺も思ったんや、それ。パンケーキ、おーすごい、ちゃんとフォーク使えてるよ。ほらほら食え無理やり食わせてるわお前。ほら食え。オーマイガー、モンスターが戻ってきた。来るか、またみんな来たぞ。ほらオーマイガー、あれは本当なの。あ、先生初めて見たっぽい。急いでエレベーターに乗って、だって。もういいや、もう逃げるしかないらしい。2階に隠れるためにエレベーターに走れ、だって。なんだあれ、すごい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 なんかさ、左右になんかもうなんかビーム出そうとしてるぞ。カメハメハ打とうとしてるんちゃう、これ。何これ。何しようとしてんだ、意味がわかんねえんだけど。あーって。どういうストーリーなの、これ。あ、やばい。停電起こさせるんじゃない、これで。
なになになにこれ、すごいぞみんな目の前。みんな大丈夫か、だって。そう、サラ先生どこ行ったんだろう、だって。幼稚園児の僕たちで何とかするしかないぞ。あれは天月どこ行ったんだあいつ。しかもみんな待って、名前違うぞこいつ。穴月になってんだけど、天月じゃなくて穴月じゃねえかお前。痛い。さあマインシャフト、まあ採掘場みたいなところに来ましたという感じかな。気づかなかったわ、穴月って。お前いつの間に変えたんやお前。さあ不気味なところに来ましたね。さあでもさっきのさ、あいつ倒さんといかんやろ多分ね。こっち行けなくなってるわ。圧板を壊す何かを見つけてください、だって。今のこの装備じゃ無理っぽいわ。じゃあ探すぞ。じゃあなんかあるんちゃうの。ほら、あった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 。はい、ピッケルね、ピッケル。天月の拳で壊せばいいのにね。来た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 、いけるいける、行くよ。じゃあ、うわーこれトロッコに乗るやつじゃん絶対。急ぐぞ、だって。え、乗るよ。じゃあみんな、うん、バグってるバグってる。一気に出すぎじゃこれ。みんなで同時に行くからバグってるんよこれ。もうぎゅうぎゅう詰めやぞ。どうなってんだよこれ。さあこれで先に進めるんですかね。さあ一応我々ね、ピッケルを持ってるんで、このピッケルで戦っていく感じなんかな。目の前絶対これオービーじゃん。毎回誰かしらいなくなるからね。そんな難しくないわけなのにさ。でもこのトンネルの終わりが見えたみたいな感じかな。この上登っていけばいけるんじゃないかっつってる。よし行こう。みんなついてくる、行くよ。じゃあ、なるほどね、ここ登っていかないとあのマグマに落ちて死んじゃうというわけですね。すごい残酷なゲームになっている。でも出口は向こうにあるから、これ登ればいいんですよ皆さん。いいですか、幼稚園児の判断でこれなんとかなるのか。よし行くぞみんな。30秒しかないらしいよ。40秒以内に出ないといけない。全員生き残れるか、他の動画班が出れるかどうかやな。よし、はい、リリチョ出れました。全員来れるか。はい、1、2、3、4。あれあれ、ああ、よかったよかったよかった。あれ、気のせいか、なんか周りになんかバリアみたいなの張られてたけど大丈夫かな。また変なところに来たね。うん、俺が不死身なのはバレてなさそうだなって。明らかに課金したそうだけどね。うわ、雨が降ってきたらって。クイック、 We need to find shelter、 シェルター見つけないとっつってる。だってほらダメージ食らってるわ。ほらテントの中に入れ、だってみんな入ろう。じゃあ賛成うって怖いね。じゃあみんなで同じテント入ろう。あれ、なんか一人いない気がするんだけど。あれ、あ、穴付きは穴付き。ほら、キャンプファイヤーしようみたいなこと言ってる。オッケー。みんなじゃあ木を切り倒して、キャンプファイヤーするよ。これめっちゃでっかい木やけどね。オッケー、集めて、はい、木を置いていくと。みんなじゃあやっていくよ、どんどん。これで、キャンプファイヤーの道具を集めるわけだね。ご飯を貯めて、オッケーオッケー、確率に回復する。ファイヤーかとこ、燃えてない大丈夫。キャンプファイヤーの周りに座ろうだって。じゃあ一緒に座ろう。なんか、テーテーっぽいね。なんか、テーテーじゃない、監督リトル。新しいテーテーができたか。はちょっと待って、おいちょっと待って、今全滅しただろ今。おい全滅したんだけど。お前ふざけんじゃねえマジで。おいなんだよマジでこれ、こんなの初見殺しだろ。やばい、狼がいるだって。え、どうするよみんな。狼を攻撃しろだって。俺一人しかいないよマジで。痛い。やれるのか俺に。オッケー。オッケーオッケー、やった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 。夜は怖かったね。だって。あの初見殺しのサンダーがよ。絶対あれバグでしょ。ほら、見て。動画班が残してくれた気があるよ。ね、せっかく動画班と仲良くやってたのにね、結局俺一人ぼっちになっちゃったわみんな。多分だけど、こっちかな。この橋渡る感じじゃない多分。これ選択分かれてんのかな、向こうに行くかこっちに行くかかな。橋を渡るべきですかだって。まあ、渡るか、じゃあ橋渡るわ。さあ、こっちのルートに行きましょう。待って、これ死ぬんちゃう？大丈夫？あっちの方に何か見えるぞだって。何？は？待ってみんな、これ選んじゃいけないルート選んじゃったこれ。ねえ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってって。何これ？おい、やべえやつがいるぞ。ゴキブリレベルでやばいやつがいるんだけど。はあ？え、何？え、みんな、やばいかも。あー！なになになに、ちょっと待ってよ。おい、ふざけんなよもう、ね、やばい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 。え、なになになに、なんか研究施設みたいな扉の開き方なんだけど。
え、どこここ、え、ここどこだ、みんな死んじゃったもんね、電気消えちゃった、うん、びくしょー、いるぞ、オーマイガー、モンスターだー、助けてくれー本当に逃げられると思ってんのか、サラはどこにやったんだ、僕一人にやってやる、サラ、サラとは誰だ、あー、この子のことか、サラ先生、サラ、呼び捨てじゃねえかお前、彼女気取りかお前、このさモンスターがさ保育士さんが好きなんじゃないの、女性の保育士さんが大好きで、それをやるために、要はその女の子を誘拐するためにやってたみたいな感じなんじゃない、待って、血液かなんかを採取してるよ、何これ、やばいんじゃないこれ、サラさん、サラ、サラ先生、え、ああ、え、なんかすげえ残酷なストーリーなんだけど、みんなほらいいのこれ、こんなストーリーを子供にやらせて許されるのかこれ、ほらサラ先生殺しちゃったんだけど、みんなやばい、みんなサラ先生殺しちゃったんだけど、次はお前だ、だってやばいやばいやばい、え、待って、みんなは、ちょっと待ってよ、リリチオさん、待って、俺だけ耐性があるみたいな、あのモンスターにならない耐性、あ、あー、なってしまった、みんな、でも一応斧は持てる、まだ、え、はい、ということで皆さん、デイケア2でした、はい、ハッピーエンディングが見たい方はぜひとも遊んでみてください。俺さ、こういう撮影の時さ、毎回バッドエンディングなのね。そろそろあの、ハッピーエンディング見たいです。はい、よろしくお願いいたします。そんな感じで今日の動画は終わりです。お疲れ様でした。